んちゃんもナイスしたよって、嬉しいよ、みんなありがとうね、熱中症ならないでね、みんな毎日こうじゃ参っちゃうね、人間もね、そうだね、うん、あ、ひんちゃんナイスしたよって、ありがとう。梅ちゃんヤッホーって、元気いいね梅ちゃん、いつもありがとう。えぐちゃん、えぐちゃん暑いね、体調気をつけてくださいねって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、暑いよ。高菜ちゃんお疲れ様です、ナイスに来ましたって、ありがとうね、みんなありがとう。高菜ちゃんありがとうね、美味しそうだもんね、高菜ちゃんって美味しそう、おしんこで美味しいわよ、うん、やっさん慎吾から来ましたって、ありがとう。ひんちゃんご飯食べたか、今日、うん、巻き寿司2つ食った、そう巻き寿司、あ、れいくんメガネ、メガネじゃない、ごめんね、メガホン44個、ありがとう。りっくんありがとう。プリコさん慎吾さんのとこにいましたって、そうですか、もうこっちに向きましたって、ありがとうねプリコちゃんね、あ、オニテラヨセちゃんいつもありがとう、ヨセさんナイスですって、ありがとう。こちら暑いねポニーテラちゃん、毎日毎日ね、玉浦海のさん36度あるよ、ヨセさん大丈夫かい、なんか倒れそうだよ、聞いただけでも、うん、もう聞いただけで倒れそう、え、38度 C ですって、すごいね、なんかさクーラーかけても暑いね、もう嫌だね生きてるの、疲れてきたよね、本当だよ。あ、ココアちゃんナイスポチ、頑張ってって、ありがとうございます、ありがとう。玉浦海野さん水分と塩分とってね、ありがとう。ジャスミンさん慎吾さんのとこいました、こんにちは、ありがとう、ありがとうございますね。ゆりこさんよし、ドライにしたのって、暑くないかいって、今日ドライじゃまずいな、ゆりこさん今日はさ、お外が暑い場合はクーラーの方がいいよ、ゆりこさん外がね涼しいとドライの方がいい、あ、今日はねクーラーになってます、はい。ぶどうみかんパスタさん、ヨセさんこんにちはって、ありがとう。うどんさんだよねこの人、ぶどうパスタさんはね、ゆりこさん今日も一日配信だね、疲れるね、疲れるよ長時間だからね、そうだね、普通ならいいけどね体がね、ダメなんだよな、やっぱり腰と足がな。オリフオちゃん慎吾さん元気そうでよかったです、初コメありがとう。初コメさんよろしかったらナイスよろしくお願いします。エレンちゃん慎吾さんのところから来た、ありがとうね、みんなね慎吾の放送見たの、ありがとうね。ぶどうみかんパスタさんそうですって、そうだよね、おうどんさんだよね、そうだね、おうどんさん、あ、いつもありがとう。奥ちゃんこんにちは、ナイスした、ありがとうね奥ちゃん、こちらいいね、ありがとう、ありがとう奥ちゃん、いつもありがとう、ありがとう。暑いね奥ちゃん、なんかもうどうにかなりそうよ、あのクーラーつけててもさ、なんか大事だな、なんか大事だよ、うん、ご飯食うとさ胸に疲れてんだよね、ここにね、下へ降りないんだよ、体がねじれてるから、だから気持ち悪くてさ毎日毎日ね、うん、あと何年生きられるかなと思ってるよ、うん、え、慎吾配信してるの、うん、
したみたいね。ポニーテーラー、ヨシエちゃん。外へ行くと気を失いますよ。そうだよね。うちの中だっておかしいもん、私。そうだよね。いいさ、水ぐ配信来たってね。あつこめって。あつこめの方、よろしかったら、ナイス、よろしくお願いします。ね。ブリコちゃん、ヨシエさん。長生きしてください。長生きしたいんだけどさ、すごいきついんだ、腰と足が。これが治らないともうダメだな、私は。うん、ありがとう。あ、モーさんごめんね。みほみほちゃん、よせさん、こんにちは。あ、外暑いから買い物ってね、そういけないやな、みほみほちゃん。暑いよね。うん、キャノンちゃん、こんにちは。暑いですね。体調気をつけてね。ナイスしたよ。ありがとう。キャノンちゃん、ありがとうございます。ナイス、ありがとう。女性さん、ナイス、お願い。ってね、ゆりこさん、にゃんにゃんちゃん、腰痛いの。きついね。きついんだよ。腰と足だよ。両方がね、ダメな。ほんときついから、これ。ね、もうこうにやってるだけでもね、おごと頭がふわーんってなってる。自律神経失調症なんでしょうね。腰と足が噛み合わないから、だから自分の手でこう調整してるの、こうついてね。そうなのよね。マミちゃん、ヨシエさん、こんにちは。ナイスポチー、ありがとうございます。ありがとう。あさみちゃん、いつもありがとう。ヨシエさん、こんにちは。ナイスしました。ありがとうございます。ありがとう。暑いね。ブーさん、ムースね。ムースよね。ムース。確かに昨日降ったからね。ちょっとムースね。すごいね、温度がね。たまちゃんはね、寝てますよ。たまちゃんも暑くってさ、ほら、座布団の上じゃないよ。ね、畳に寝てるでしょ。たまちゃん気持ちよさそうね。たまちゃんもう外に出ないよ、暑いものね。これじゃ参っちゃうよ、誰もね。こんなね、参っちゃうね、この暑さじゃね。ああ、私も普通だったら長生きしたいなと思うけど、この体じゃもうね、ダメかなってね。ゆなちゃん、あ、ヨシエさん、たまちゃんナイス、ありがとうね、ありがとう。たまちゃんいたでしょね。水着配信来たって、こういう人はちょっと、こういう人はさ、こういう人はちょっとナイスは押さないと思う。うん、こんなおばあさんに水着配信来たっていう人はちょっとナイスは押さないと思う。うん、私はね、ぽっくり行った方が楽なのって。うん、楽だよ。長生きすると大変よ。ゆなちゃん、メガホンに行こう。ありがとう。ピロ君、こんにちは。ナイスした。ありがとう。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。ポニーテーラー、ヨシエちゃん。笑うってね。うん、ゆりこさん。水着配信なんかありませんよね。そうだよね。だいたい76の人にね、そういう人は押さないですから。わかりますよ、コメントで。ね、初コメでもね。ポニーテーラー、ヨシエちゃん。ひどいね。ひどいよね。コーチで。ポリンちゃん、ヨシエさん、ナイスしたからね。ありがとう。ありがとうね、ポリンちゃん。いつもありがとう。暑いね、ポリンちゃん。ポリンちゃん、ハートありがとう。ハートありがとう。ありがとうね。ジャニートロちゃん、ヨシエさん、ナイスさせてもらいますって。うん、ありがとう。ジャニートロちゃん、ナイス、ありがとうございます。ありがとうね。ああ、暑いですね、皆さんね。ハーモニーク、マイカーちゃん。ナイスって、ありがとう。みんなありがとうね。
コちゃん、おむすびまるちゃん、ナイスがウェルド、ミスタードーナツってね。そうだね、もうね、今日巻き寿司2つ食ったんだよ。もうお腹がねパンパンに張ってるね。スカートのゴム緩めるね。スカートのゴム緩めないとさ、ダメなんだよ。もうね、体がね傾いちゃってるから、こうぎっくんでからね、ここの辺がぎっくんって音がする。おお、恐ろしいよ。もうさ、にゃんにゃんちゃん、水分とっ ってありがとう。もうさ、最近アイス食ってる。食わない食わない、昨日食った。あ、おじいが買ってきてね、かおちゃん、よせさ、痩せたねって。ご飯食いたくないんだよ。あ、でも巻き寿司も味がなかったけど食ったよ。食わなきゃ生きていけねえからね。帽子コレクターさん、おしゃれな洋服ですね。いやいや、これはさ、昔買ったのよ。今なんか洋服なんか何も買わないよ、若い頃のでね。ああ、ホリンちゃん、モナカをおじいさんと半分した。あ、昨日ね、昨日、あ、ダーリン、薬を買ってきて、こんにちは、初コメって、ありがとう。こちら、ピーパンさん、いつもありがとう。メガホン10個、ありがとうございます。ありがとう、ピーパンさん。ありがとう。ね、昔ピーパンよく食べたよ。ピーパン屋のおじさんもう来なくなっちゃった。もうお年でいないかもね。ね、パンタン、タヌキのブラブラさん、おっかさん、あつこめってね。今度ブラブラになったの、今度ブラちゃんになったんか。あつこめって、ありがとうね。ナイス、よろしくね。たぬきさん。かおちゃん、ごめんね。かおごめん。帽子コレクターさん。妖精さん。ジャイアンツの帽子、余ってるんですが。いやいやいや、いい。もう、ジャイアンツ嫌い。私、野球嫌いなのよ。ごめんね。帽子コレクターさんは、あのスポーツが嫌いなのよ、ごめんね。こちら、矢印さん、ナイスですって、ありがとう。よせさん、色白だからブラウスとても似合うって、ありがとう。ポリンちゃん、ポニーテラちゃん、うわらうってね。にゃんにゃんちゃん、ご飯食べたって、今日食べたよ。今日は巻き寿司、あのね、巻き寿司2個、2個入りのがあった、それ食べた、あれはマグロだったかな、でも美味しくなかった。何食っても美味しくないね、この世に美味しいもんあるかなっていつも思う最近。本当に美味しくない。あの巻き寿司食ったよ、2つね、体のためしょうがないからさ。こっち、おっかさん、ナイスしたけんねって、ありがとう、ありがとうね。ロープちゃん、お疲れ様ですって、ありがとう。かおちゃん、アメリカンドッグって、アメリカンドッグもね食べたいと思わない最近、困ったんね、食いたいもんがないんだよね。普通にご飯食べたいね。ね、しょうがなく食べた巻き寿司って、そうだよ、ダーリンさん。ね、本当なら巻き寿司なんて美味しいよね。でもうまくねえんだよ、私。もう体がおかしいんだよ。あのね、唾も出なくなっちゃった、口の中が。あの、年取るとね、唾も出にくいんだって。こうにやるとね、でで、唾が出てくるんだってね。例のご飯もちっとも食いてえと思わない。困ったんね。食べて体力つくないとダメだもんねって、本当だよね。にゃんにゃんちゃん、この暑さだからね、参っちゃうよね。ダーリンさん、食べたくないだ、食べたくって、結構だよって、そうなん、本当。
食いたいって食えばいいな、ダーリンさんね。そうだね、爽やかさん、ジンゴを配信してちょっと休憩できてよかったね。あ、今休んでる。今休んでる、あの子、うん、ジャニトロさん、水分取ってください。ありがとう、ありがとうね。水ポンちゃん、ヨセさん、ナイスパチッ、ありがとうね。ナイス、ありがとう、ありがとうね。で、アメリちゃん、あら、アメリちゃん昼間来てくれた。アメリちゃん、ありがとう、ありがとう、ナイスしましたって、ありがとうね、アメリちゃん、ありがとう、ありがとうね、アメリちゃん、よく知ってるよ、忘れないよ、ありがとう、まあ、アメリちゃんね、暑いから気をつけてね、アメリちゃん、うん、ありがとう。タンタン、タヌキブラブラさん、頭ふわーっとしてない、してるんだよ、どうしたらいい、タヌキさんね、グラスさん、こちらバーガーありがとう、バーガーありがとう、グラスさん、バーガーありがとうございます、ありがとう、グラスさん、うん、あのイクミンちゃん、あ、いつもありがとう、イクミンちゃん、ヨセさん、こんにちは、ナイスポチと押しましたって、ありがとう。イクミンちゃんもよく知ってるよ、お名前ね、うん、いつも来てくれたもんね、ありがとう、イクミンちゃん、暑いから気をつけてね、ナイス、ありがとう、ありがとうね、うん、ペペロちゃん、ヨセさん、ナイス押したからねって、ありがとう、みんな、うん、ペペロちゃんもかわいいサムネね、うん、ありがとう、ナイス、ありがとう、みんな、ありがとうね、ダーリンさん、忘れないよじゃなくて、今思い出したんでしょって、そんなことないよ、私忘れてないよ、イクミンちゃん、ああ、ダーリンさん知らねえんじゃない、うん、カオちゃん、ナイスしたよ、ありがとう、カオちゃんもありがとうね、うん、みんなね、うん、初コメの方が多くなったからさね、だんだんね、いろんなリスナーさん来てくれて嬉しいね、ね、ありがとう、ナイスしたよって、ありがとう。あ、寿司都心様、いつもありがとう、ナイスって、ありがとうね、美味しそうだね、お寿司がね、あ、食べたくなるよ、寿司都心さん、ありがとうございます。あはは、こんな寒くなっちゃったよ、寒いやん。え、ふみさん、よせさん、こんにちは、ナイスポチですって、いつもありがとうね、もうみんなね、わかるんだよ、すみさんも、いつもすみさん、ありがとう。プリコさん、いい顔をプレゼント、ありがとう、熱中症気をつけてくださいねって、ありがとう、寿司都心様、ありがとうございます。もうさん、慎吾さんの配信ちょっと見たら、見てた、うん、私も見てたよ、うん、ありがとうね。タンタンタンキのブラブラちゃん、深呼吸してよ、ありがとう、ありがとうね、うん、あ、デンちゃん、いつもありがとう、ナイス、押すのが私の日課ですって、ありがとうね、デンちゃん、いつも応援ありがとうございます、ありがとう、嬉しいですよ、ありがとう、デンちゃん、いや、お体気をつけてね、暑いからね、ありがとう。ダーリンさん、モカさん、そうだよ、モカさんとモーさん一緒だよ、そうだよ、もうなんだいってね、うん、モカさんとモーさん同じだよ、うん、ゆりこさん、今日朝慎吾さん配信してたねって、うん、やってたみたいね、なんかね、私も見てたけど、ここでちょこっとね、ぐるぐるこう上が回ってたから
ちょっと見てたのよ。ね。こちら。ポックポ、プリコちゃんごめんね。ゆりこさんごめん。行っちゃったよ、みんな。うん。プリコさん、ヨセさんへのナイスって。ありがとう。ありがとうね、プリコちゃん。ナイス、ありがとう。ありがとうね。ダーリンさん、呼んで、見ただけだ。悪いけんどってね。モーさん、読まないでくれよってね。タンタンさん、ゆりこ、敵だってね。あ、島倉千代子さん、ありがとうございます。おはようございます。ヨセさん、体調を気をつけてね。ありがとう、島倉千代子様。ありがとうございます。大御所さんが来ていただきました。ありがとうございます。ありがとう。川ちゃん、ナイスしたって。ありがとう。ありがとうね。歌わなくてもいいからねって、ダーリン。うるせえから、だって。嫌なんね。姫ちゃん、はじめましてって。あ、初コメって。ありがとう。姫ちゃん、ありがとう。すごいな。姫ちゃんってかわいいな。お姫様みてえだ。うん。初コメさん、よろしかったら、ナイス。よろしくお願いしますね。よろしくね。うん、ありがとう。ありがとうね。うん。うん、おお、きれい。すごいきれい。ポニーテーラーちゃん、ヨセさん、仕事だから、一旦抜けるね。また、戻ります。延長だーい。ありがとう。ポニーテーラーちゃん、ありがとうございます。お前が、アラブの石油を、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サウマセウス、ありがとうございます。ポニーテーラーちゃん、花火、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。お前が、ってね。ポニーテーラーちゃん、石油4個、ありがとうございます。石油もありがとう。ありがとう。藤村音響様、こんにちは。暑いですね。体調気をつけて。ありがとうございます。フリムダ音響様、ありがとうございます。お前が、アラブの石油を、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマセブ、ありがとうございます。藤村音響様、花火、ありがとうございます。ありがとうね、藤村音響様。ありがとうございます。ありがとうございます。プリコちゃん、花火すごいってね。ゆりこさん、ナイス。フェベロちゃん、石油王だってね。プリコちゃん、パチパチ。ゆりこさん、昨日のムゲイさん、すごかったね。ほんとね、すごかったね。あれ、ほんとのムゲイさんだよね。すごかったね。無限さん、応援してくれたんだね、昨日ね。すごかったよね、花火がね。さすがに無限さんだね。すごいね。そうか。そうだ。みんなに言っとかなくちゃだ。小柳さん、ヨセさんごきげんようって。いつもありがとうね。ダーリンさん。無限さんに頼ってばかりだね。笑うって。タンタンタヌキブラブラ。ブラブラ隠しよう。葉っぱをプレゼントした。私ブラブラついてねえから大丈夫だよ。ね、葉っぱをプレゼント。あなたのブラブラ隠しなさいよ。ね。でもタヌキの置物ってさ、縁起物だからね。いいよ。タヌキってさ、縁起物だよ。ね、蕎麦屋さんによく立ってるよね。大きい金玉ぶら下げてね。タヌキって可愛いよね。可愛いと思うよ、私。ね、タヌキさん可愛い。ね。無料で立たされてるよって。そうだね、無料だね。かわいそうね。でも置物買うときお金かかってるよ。そうでしょ、置物買うとき。ね、そうだね。もうさ、
今見てみてね、うん、え、ダーリンさん、蕎麦屋で働いたようなタヌキに間違えられたらろうって、私がかい、私、うん、私外に立ってないで中だで、会計とかオーダーとかやってたんだよ。外の置物と違うで、タヌキと間違えられたかもね、うん、デブだから。そうだよね、うん、ブリコさん、タヌキの置物めっちゃかわいい、かわいいよね、私も好きだよ、縁起物だもんね、うん、かわいいね。ここになんかさ、とっくり吊るってんだよね、お酒の、お酒のとっくりつかつく、ここに持ってさ、ここに、ここ出てんだよね、うん、まあ、かわいいよね、うん、見ちゃうよね、こちらプリコさん、クリーミーちゃん元気ですか、今日も暑いね、ナイスしました、ありがとう。クリーミーちゃんもいつもありがとうございます。暑いね、クリーミーちゃんね、ありがとう、ありがとうね、これ外に出られないね、暑くってね。タマちゃんもね、畳寝てるよ、気持ちよさそうにね。タンタン、タヌキ目が焼けちゃまうからサングラスしてるよ。そうなん、うん、そうだね、目が焼けるよね、確かに。でもさ、サングラスしたタヌキってさ、あんまり見たことねえけど、うん、メガネかけてんの、私と同じね、目がおかしくなるよ、うん、タヌキさんサングラスかけてみんななお見るんじゃない、変わったタヌキだってね。そうだね、なお可愛いかもよね、うん、ダーリンさん暑くなって外に寝れないだろうって、出ないよ、外なんか出られない、暑くってさ、もうさ忙しかったね、蕎麦屋さんって。そうだよ、うん、すごい忙しくてさ、参ったよ、うん、一番人が来たんが285人だで、1日285、すごいでしょ、並んでるんだよお客さんがね、うん、あとね、うん、285っていうのはすごい、あと15人で300人だよ。ご飯食べたんいつだと思う、お昼、うん、お昼さ食べた夜の7時だね、夜の7時、みんな疲れたってこう倒れた、ほんとだよ。ほいでね、帰りに薬局寄ってさ、リポビタンB買ってきようと思ったら、リポビタンじゃもうダメ、疲れちゃって、ユンケル買ったよ、イチローの、うん、10本ね、うん、おいでね、仙人になりたかった、人がいないとこに隠れたかった、あんまり、だってさ、人ってさ、あれでしょ、私会計やってる、いてもいろいろね大変だったよ、一番嫌なのがね、会計やっててさ、割り勘困るね、総合計出しといたんよ、だから誰か代表して払ってくれればいいけど、総合計ね、みんな若い人って割り勘じゃん、そうすると大変なのよ。ほんでかりんとう売ってたの、かりんとうが350円、みんな買ってくんだよね、割り勘を総合計で誰か出してくれればいいけど、食べたのがみんな違って、ほいでかりんとう350円プラスしてね、ほんでかりんといくつ売ったってもう書いとくわけ、違うとこに、大変だったよ、神経の頭が使い切んなかったよ、ああ、わかるね、ああ、なんて贅沢品だってね、秘密のオペラセンターさん、おばあちゃん頑張れありがとう、うん、ナイス、ありがとう、ありがとうね、秘密のオペラセンターさん、こっちバーブルバールン、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。
食べたもんが出そうだよ。巻き寿司2つ食って気持ち悪いね。仙人になるには苦労と努力が必要です。妖精さんには無理です。そうか、だって一時的だよ。一時的に仙人になりたかった。山にいてじーんとしてさ、誰にもね話しかけられなくていいよ、そういうんは。うん、行こうぜ。神聖オキャマン、何オキャマンじいさん、妖精さん、早く。この人おかしいんだよね。早く寝なさいっていつも言う。今から寝たら困るんじゃねん。ね、どうかしてんじゃねん。ね、夜ならいいよ。今から寝るんかい。おかしくね。うん、おかしいな。うん、日記さん、こんにちはって。一時的仙人。そんな甘いんじゃねえぞって、そう。早く寝ろ。あ、これもうるせえわ。うるせえから。でも笑うってね。あ、日記さん、ありがとう。ナイスしていたよ。ありがとう。ありがとうね。うん、ユッキーさん、今から寝たらやばい、夜が眠れない。そうだよね。ケイケイちゃん、ありがとう。ヨセイさん、ナイスってありがとうね。あーちーな、もっと温度落とそう。あー、暑くてダメだ。うん、あ、リカちゃん、いつもありがとう。リカちゃん、ありがとうね。今日は暑いね、暑いね、リカちゃんね。ナイスお届け、いつもありがとう。リカちゃん、ありがとう。これなんだろう、アイテム、カレーライスかな。ありがとうございます。リカちゃん、ありがとう。ありがとうね、ありがとう。昨日もリカちゃん来てくれたけど、あ、スーって滑っちゃってさ、読めなかったような気がする。ごめんね。ごめんね、リカちゃん。ね、いつも来てくれる。ありがとう。ありがとうね。ニッキーちゃん、夜涼しくして寝られてますか。うん。ちゃんとね、クーラーつけてるよ、夜も。うん。そうだよ。もう、電気代すごいと思うよ。ね。ユッキーちゃん、知ってるけど、寝るタイミングは人それぞれって。そうだよね、人違うもんね、みんなね。そうだよ。喉が痛い、喉が痛くなっちゃった、また。ちょっとね、飴舐めるね、喉が痛い。恐ろしいな、こんなんで外へ出たら本当あれだよな、生きたまま焼かれるようなもんだね。本当そう思うよ。こういう時外でお仕事してる人ってどんだけ偉いかわかるよね。すごい偉いよね。夜景配信しようってね、誰が寝ようが寝まいが本人が決めるって、ね。リカちゃん、電気代より体が大切だ。本当だよね。本当だね。生きてて電気代しょうがないもんね。本当よ。リカちゃんの言う通りだよ。ありがとう。ありがとうね。ダーリン、薬を。もともと外に出ない人だ。心配しなくていいよって。タンタンタヌキさん、色を塗られたら生きたまま焼かれたよって。ほんと、焼かれちゃうな。バンちゃん、深呼吸寝てるのってわかんない。さっき配信やってたけどわかんないね。今どこにいるんね。お金がないんでしょ、あの子。なんかコンビニでなんか買ってくるようなこと言ってなかった、さっき。うん、
ね、金がないんじゃない、ね、たくちゃん、ダーリンの顔怖いって、そうなんだよね、たくちゃん怖いよね、私もそう思った、小柳さん、肉の小林に焼き鳥買いに行こうよって、前行ったとこ、あ、肉の小林って言うんだっけ、よく覚えてるね、みんなの方がよく覚えてる、私忘れたよ名前は、小林って言うんだ、あれか、あのなんだっけ、10円コロッケの店、よく覚えてるねみんなね、本人忘れてるよ、ああ10円のコロッケだって、そうなん、みんなよく配信見てるんだね、不安だからなって、そうなん、ありがとう、ありがとうね、そんな見てたんだ、こうルミコさんも本当、タンタンさんも見てた、ブラブラさんも、そうなん、じゃあ昔からのリスナーさんだね、タンタンタヌキさんもね、ブラブラちゃんも10円コロッケだって、そうなん、みんなすごいな、ゆっきちゃん前から見てるよ、そうなん、ありがとうゆっきちゃんも、みんなすげえな、みんなすごいわ、ありがとうね、なおちゃん、よせいさん、こんにちは、ありがとうございます、暑いですね、なおちゃんね、なおとちゃんだ、ごめんね、よせいさん、こんにちは、ゆきちゃん、アンチに会った時助けてやったって、そうなん、これちょっと英語読めねえよ、これ初コメだってね、ね、読めねえよ、ハッティさん初コメって、ありがとう、ありがとうね、初コメさん、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いします、ありがとうね、ゆうちゃん、ピチピチギャルの水着配信来たって、ずいぶん失礼だな、ゆきちゃんナイスしたよって、ありがとう、ありがとうね、ゆきちゃん、ナイス、ありがとうね、ありがとうございますね、今日食べ過ぎちゃって気持ち悪いやん、腹がな出ないんだよな、困っちゃったよ、ああ音だ、こうにやっててもさ普通じゃないからさ困るんだよね、普通の人ってさこうに座っててもさ普通だよな、私違うんだよ体がさ、あ、なおとちゃん、さっきのしんごさん配信によしえさんの何声が聞こえたよ、あ、怒った声がね、ジジイと喧嘩してたからここで、ジジイ威張ってくれた、そうジジイ威張ったんだよ、玉をねめった連れ回してね、じっと刺しとけっていうの、玉ちゃんは好きなところにじっとして、それをねめったいじるんだよ、ほんと玉が逃げるね、たまちゃん今寝てるで、見て見える、たまちゃん寝てるでしょ、気持ちよさそうにね、気持ちよさそうでしょ、あそこでね、たまちゃん寝てるよ、あに寝てるときはねきちんとしとけばいいのよ、じじんないでね、じじんの部屋見てみ、だらしねえから、ほら見てね、掛け布団ぐらいまくってけばいいじゃんね、夜掛け布団かけて寝るんかい、バカじゃねん、バカだよね、座布団はさあそこへ枕にして汚ねえな、座布団を枕にするん嫌いよ、
だって毛が落ちるよ、汚いよね。私大嫌い、ああいう人、だらしない人間が私と合わないんだよ。だから汚い人間は、あのあれ見て、あのシーツ真っ黄色ね、ひんまくれてる。俺今さ布団カバーで寝てる。バカじゃねえ、スキ布団カバー。あのじじいに何ができるね、何もできないよ。え、相原獅子だって部屋が綺麗になって、綺麗じゃないよ、汚いよ。あれ綺麗じゃないで、あれで綺麗、とても綺麗じゃないで。うん、私はあんなの嫌いだよ。だって暑かったら布団まくってくんが普通だよね。人がね、一日寝ればどんだけのコップ何杯の水が出るってよく言うでしょね。そうだよね、仏壇の周り汚いって。そうだよ、ここいっぱい物があるもん。うん、撒き散らしたエビはどうなったんて。あれエビじゃなかったんだよ、あれはね、生姜、竹下の生姜、生姜だったんだよね。相原さん、今日も宇治マートに行くのかな。うん、宇治マート行ったよ、もう。うん、宇治マート行って弁当買ってきて、缶チューハイ飲んで、あっちで飲んで、ほんでまた帰ってきて、ここでご飯食ってまた飲んで、お椀を振って行ったよ、もう仕事。今日はね、2時半から6時半まで、うん、もう2時半なるべ、もうそろそろ仕事だよ。うん、ね、そう、ふわふわちゃん、うん、あ、新生姜だねって、そうだよ、あ、岩下のって、そうそう、あれ美味しいんだよね。うん、うん、なおとちゃん、あいはらいつもってね、ごめんね、ピカちゃんありがとう、風船ありがとう、ピカちゃんありがとう、ピロンちゃん、メガホンありがとう、ありがとう。相原を汚いって言うけど、ヨセさん、風呂何日入ってない、それはどうなのって。も私、汚れてないもん、私暑いとこ出ないもん、ずっとクーラーの部屋にいるから汗かいてないよ。うん、あいつは汗びっちょで帰ってくる、仕事やってるからね。あつめこちゃん、いわしちゃん、かわいいって、ありがとう。あつこめって、ありがとうね、よろしかったらナイスよろしくね、あつこめさん、ありがとう、ありがとうね。あんまりさ、寒いとたまちゃんかわいそうね。なに、酒飲んで仕事行ってるの、いいって、よくないよな、汚れてない、笑ってね、汗かいたら汚れないから、どうしてデイサービスのお風呂入るの、汚くないお風呂、なくていいじゃんって。なんだかわかんねえ、ゆり子さんオフデーで入ってるから大丈夫だよねって。そうだね、この人アンチだと思うんだけど、いいって人、またまあ水着配信来たよって。ほんとね、どうして汚れないのにお風呂行くなよって。私汚れないよ、だって涼しい部屋にずっといるから。そうでしょ、涼しい部屋にずっといるもん、汚れないよ、汗かかないもん、クーラー毎日入れてるから汗かいてないよね。
どうして呼ばれてないのお風呂行くのよだって、うん、ね76の人間にね水着発信はねえわな。また足が痛くなってきた。またこうに横になる。悪いけどこうした足がねすごいおこと。もうダメなんだよ普通にね座ってられない。ほんときついんだよ私ね。これが治ればいいんだけどさ、治んなかったら早く死んだ方が楽だで。もうダメだよね。だってご飯も食えない。食うと胸がムカムカする。味は悪いね。うんこ出せてるべかって。うんこがね出ないのよ。血を増やす薬飲んでるからね。お風呂行くの。また水着配信だってね。あー疲れてきた。ちょっとやるともう疲れてくる。困ったな。白菜の束をプレゼントしたって白そうなんだか意味わかんない。藤江さん、よしおばあちゃん、ご自愛くださいってありがとう。あ藤江ゴートさん、風船さん、こありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。ジェールちゃん、こんにちは。今日も暑いよって暑いね。うわーって暑いね。ありがとうね。ナオトさん、ユセさん、動画作って月20万稼いでる人がいるみたいです。そうなん。シンゴが言ってたね、なんかそんなことね。そうなんだ。いろいろあるね人生ね、うん、やったくねくたびちゃったよ。あの子は緩むかい。慎吾風呂入ったんだよ。風呂あの子風呂入ったお風呂。眠くなっちゃったよ。あ、ひろゆきさん、よせさん、こんにちはってありがとう。一緒に入りなさいよってね。ありがとう。ありがとう。あ、ひろゆきさん、ケイティ、ありがとうございます。ありがとうね。寝ててごめんね。うん、ごめんね。うん。お腹いっぱいになっちゃったよ。ありがとうございます。まぬきちゃん、無理せず昼寝もいいよってありがとう。ありがとう。ありがとう、ふわふわちゃん。
宮治さん、大先生、こんにちは。熱中症気をつけてね。ありがとう宮治さん、ありがとう。検査あげない、まだ生きて、ありがとうございます。リコちゃん、ナイスポチッ。ありがとう。ユナちゃん、うとうと。チカッちゃん、寝てますよって。こちら、イベント盛り上げたいさん。ヒカルドさんからです。ありがとう。ありがとうね。こちら、金のメガホン、ありがとうございます。ありがとう。ハチシーさん、ヨセさん、ナイスポチ、来ました。立つか、眠くなっちゃうかな。立たねえと眠くなっちゃうわ。なんでこんな体なんだろうな。情けねえ。立つかんね、待っててね。横になると寝ちゃうからさ、参っちゃうね。あー、ごめんね。ありがとう、ありがとうね。ぐでたまちゃん、これがあまた一番気持ちいいんだよね。そうなんだよね、ほんとね、横になってね、そうだよ、ほんとね、ありがとう。立たなくていいよ、うるせえからってね。あー、おことだ、腰が痛いんだよ。腰がな、どうしようもねえんだよ。こんな体じゃもう、あの世行った方がいいよ。嘘じゃねえで。もうあの世にね、行かないと無理だよ。だって物が取り行けないんだから、向こうに。置かっていたてないんだよ。こんなきつい、あれはないで、こんな病気は。手がビリビリしびれてて、手で立ったね、リンゴ、何、ちょっと妖精さんに優しくしてほしいって。本当だよね、ナオトちゃんね。オリ、オリオリちゃん、初見、うちのばあちゃんも。言ってたってそうなん。あつこめ、ありがとうね。あつこめさん、よろしかったらナイス。よろしくお願いします。ね。しびれもあるのかい。あるよ。手はしびれる。大変だよ。腰は、足と腰が合わない。どうしようもないよ。大ごとだって、そうだよ、プーさん。大事よ、ね。リンゴくん、十分すぎるぐらい。
優しいですってね。社長は優しいだっぺなんて、うん、おいそういないから安心しやすくて嬉しいねって、うん、おりおりちゃん熱中症に気をつけて家も注意してねってありがとうありがとね、うん、おりおりちゃんありがとうございますありがとうね。よろしかったらナイスよろしくお願いしますありがとうございますね、うん、カッタンキッタンってリンゴくんは何リンゴくんグリマンジューとキューピーちゃん気持ち悪いと悪いと放送で言ってたよ本当、うんシンゴ私のリスナーさんのこと知らないからあの子は私のリスナーさんのこと知らない私は全部わかるからねあの子はほら喋ってるでしょ私こう一人一人読んでさ答えるからリスナーさんのことは一番よく知ってるうんそうだよねあおりおりちゃんナイスしましたってありがとうございますありがとうねかくりまんじゅうさん何かったんきったんさんどうしたん怪しいわ、うん、かったんきったんだってもくりまんじゅうさんが放送してよしえの悪口言ってるうん、言ってるから、うん、何私の悪口言ってんの、うん、言ってもいいわよ おりおりちゃんわっちで初めて放送したのが妖精さんでしたってありがとうございますありがとうね、うん、ありがとうおりちゃん、うん、いいんちゃーよしえさんの頑張り見てたら私も頑張ろうと思いますってありがとうありがとうね地語り禁止だってつーちゃんこんにちはお昼ご飯食べてますって食べたよ巻き寿司2つ、うん、巻き寿司2つ食べましたはいね、うん、地語り禁止パート2だってね直人さん栗まんじゅうさんって定期え何定期コメントした人だっけなんで妖精さん悪口言うのって悪口言ってないよなんで、うん、言ってないよリンゴがキューピーとクリマンジューに怒ってたのは YouTube に動画上がってます嘘ではありませんそうなん蒸し返さないでってね、うん、ゆずちゃんナイス来たよってありがとうゆずちゃん眠いのって、うん、まあ眠ってんだよな困ったいなまだ早いよねな
まだ2時半だよな、うん、お昼寝しようよってね、さくらちゃん疲れてるのかなってね、こんなに暑くてアイスクリーム食べないのって思う。眠くなった。たまちゃんと一緒に寝てってよって。まるちゃん1でしたね。よせさん2だったねって。そうだよ。うん。ああ眠くなった、困ったな、ありがとう、たまと一緒に寝てっぺっての、だんだんと寝て、なおとちゃん、よせさん、長生きしてほしいですって、ありがとう。水でも浴びて、シャキッとしようって、ありがとう。簡単。カッタンキッタン、イベント中の配信。眠くなった。今日は眠い。なんでこんな眠いんだろう。トイレ何回も起きるかな。どうしようもね。水でも浴びて、シャーシャーっとしようか。ナイス写真だって。眠くなっちゃったよ、困ったな、ありがとうございます。ベビースターさん、カー君からナイスってありがとう。こちら KP さん、こうありがとうございます、ありがとう。もうさん今日もってね、たまナイス、いやいやありん、乱太郎はこんにちは。
直人いい男やんってね。ピーコさん夏の疲れが溜まってきて、本当だよね。ちゃんと畳の上で新聞枕で寝なよ、うん、あらごめんね、うん、よく下まで読めない。眠い。ありがとう。高野ちゃん、お疲れ。体調大丈夫ですかって。デイサービス、結構よく疲れた。なるほありがとう。今日は夕方から夜勤やけど、ケンタッキー食って頑張るよって。そうなん。大変だね、夕方から夜勤。頑張ってね。よし、UFO。だいたい、大変や。にがたり気にしなって。よせさん、今の時間、レッドホットでわかります。さくらさん、ポチン。せんべいでも持ってくるか。眠くなった。なおと写真は本人なんかって、よせさんランチはせんべいとって、そうだよ雨って、うん、カッタンキッタン、ここで自分語りしても仕方ないです。ケンタッキーの広告聞いてリスナーさんでも良い考えないかいって、ゆいこさん。眠いのでも眠い、うん、トイレ何回も起きる。さあさやかさん、さだ亡くなったんだなって、うん、そうだよ、背のでかい人でしょ。そう若かったね。ちいこさん、おやつの時間だってって、うん、山内さん、せんべい持ってくる元気あるべかって。なんかね、撮ってもらいたいな、信号にな。
せんべいでも食わねえと目が覚めねえわ。行ってくるか鳥にね。何せんべい食う。眠くってダメだよ。なんか食わなくちゃダメだよ。いられないよこれじゃ。眠くって眠くって。せんべい持ってくるね。待っててね。会うことだ。腰が痛いしだ。眠ってな。今寝りゃ気持ちがいいだんべな。あー参ったな。起き上がれねえんだよ。参っちゃうな。どっこいせーって困ったね。こんな足直りゃいねえな。いくら経ったってさ、もう終わりだんべ。私の人生もこれはきついで、うちのことはできねえしよ。あーきついな。せんべい取り組んだ大変なのよね。どうやって立つ。困ったな。どっこいせーってここにテーブルを借りてさ、やっと立つんだよ。あら、おならが出ちゃったね。おなら出るよ。だってうんこ出てんだけど出ねえんだから。あらあら、また火が出た。参ったな。へえ、これだからどうしようねえ。あんた、もう地獄だね。こうなったら人間もさ、うんこは出ねえわ、ご飯は食いたくねえわ。地獄の三丁目生きてるよ。あーきついな。まあ暑いな。こっちはしょうがないと思ってるよ。何もできないもんこれじゃ。自分ちのことが草むしりもできないしさ、何一つできないでしょこれじゃね。え、ああ音だ。これで生きてたってしょうがねえんだからよ。もう本当に仏様も見られないし、子供は向こうにいるしさ、クーラー2台だよ。全く情けねえや。クーラー2台。ああおことだ。なんでこんなおことな。もうダメだね。うんこが出ねえんだからどうしようもね。座るべと思うや。白髪が落っこってるしさ、うんこしてくる。出るかな。
出りゃいいけどさ、うんこが出りゃいいけど出ねえんだよな、うんこもな。参っちゃうな。あーきついな。どうして生きていいかわかんねえや、自分で。こんなの治せる医者あるんかい。こう座っててもね、痛いのよ。ちこちが立てないのよ。ああきついな。うんこは出ねえし、おならは出るしさ。持ってきたよ、せんべいを。なんか食ってりゃさ、目が覚めんじゃない、少しは。ね、食わなきゃ目が覚めねえでしょ。ね、たまちゃんかわいそう、たまげてる。大ごと、はあ、今日はすげえ大ごと。なんでこんな大ごと、おかしいな。ありがとうございます、ありがとうね、りっちゃん、うんずまりって。そうだよ、大ごとだよ。じーべたはきついよってね、大ごとだって、たまがたまげてるって、そうだね。まあさ、よせさ、愛してるって言われてもさ、ああ、困った、食ったもんが出そうだ。写真、他人の写真悪用してるってやつ、吐かないでって。吐かないけど、食ったもんが出ねえんだよ、困ったよ。さくらさん大丈夫ですかって、ありがとうございます。この顔見て、おごとげな顔してて、ねえ、微笑んでないでしょ。ねえ、笑って配信したいね。こういうとこシワがいっぱいできてるしさ、もう終わりかなと思ってね。なんで、何日出てないんかって。そうだね、昨日ちょっと出たんだよ。あのね、血液のね、なんていうの、鉄分の薬飲むと硬くなる。そうね、あれ飲んでみるか、便秘薬を。あれ飲めばね、そうだね、飲んでみるかね。ありがとう、便秘薬飲んでみるかね。出ないのは辛いね、本当だよね、たらこちゃんね。だって舌入れないとね、困るね、小太郎さん。とはない信号持ってきてあげたらいいのにってね、そうはねえんだよな。うんこ出たら調子良くなるだってって。そうかね、マグネシウムだね、飲んで。ありがとう、M ちゃん。出たらお腹も少しすくからって。そうなんだよね、そりゃそうだよ。ソファなんて気の利いたものは家にありません。ないね、そういうね、物置くの嫌いなのよ私。物がいっぱいあるん嫌い。すっきりした家が好き。だからすっきりしてねえでしょ、今こっちもこっちも歌小屋でしょね。私すっきりした家が好きね、気持ちいいよね。これ何もなくってさ、襖があってさ、ちゃんとなってれば綺麗でしょね。全部食うか、りっちゃん、藤屋さん、豚小屋だよなって。そうだよ、
屋根も畳もない家に引っ越した方どうですかってね。ひなちゃん、ナイスポチってありがとう。いいね、ありがとう。いいね、ありがとうね、ひなちゃんね。ありがとう。これでうんこが出ないんだけどな。うん、ありがとう。なんか食ってるかさ、目が覚めるよ、人間って。何も食わねえと目が覚めるよ。あ、ありがとう。秘密のプラセンター様。ブラス、かわいくて涼しそうだって。ありがとう。パープルバルーン、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。ブラウスじゃありません。生ハムです。なんか、いや、あ、やすこちゃん、風船2個、ありがとうございます。やすこちゃん、ありがとうね。ありがとう。うん、タンタンタヌキをなおところ何なおとコメントをしなくなったっぺなって思う。え、何マさん、マさん、チーズ、チーズってなんだろう、わかんない。ありがとうございます。高梨さん、バナナとかメカブラッキョウなど食前し取れる便通よくなるかも。そうですか、うん、バナナ、メカブね、ラッキョウもいいんだ。ありがとうございます。高菜ちゃん、ありがとう。ありがとうね、うん、ラッキョウおいしいもんね、うん、今度買ってみるよ、生協でね。ありがとう、うん、ねえ高菜ちゃん、うん、小柳さん、どんどん送ろうって。何が、妖精さん今家に来られたらなんてな。何家に来られたら困るの。困るよ、嫌だよ、誰も来ちゃう。私はダメだよ、もう立てねえんだから。人が来ちゃ困るよ、ピンポンが鳴ったら。まだ今日は信号がいるからいいけど、誰もいなかったら困るよ。どうでしょう、絶対買えよって。何本日何よ、内山エッチさん、おちっこ大丈夫かい、うん、おちっこまだ大丈夫、うん、ピローリ君、メガホンありがとうございます。メガホンありがとう、ありがとうね、うん、ああ眠くなっちゃってさ、今目が覚めてこれ食ってるから、うん、ん？慎吾くん、セブンイレブンで弁当3000円分買うみたいだって。3000も本当、うん、まだ行ってないよ、うちにいるで、自動車あるもんね、水分とってね。ありがとう、たらこちゃんね。慎吾、金払いいねって。そうね、あ、リアルキューピーちゃん、ジェス、ちょっと38度だったよって。すごいね、あら暑いね、キューピーちゃんね、うん、38度じゃね、外に出られないね、うん、もうね、うん、困ったね、ね、うん、今眠くなったからせんべい食ってるんよ。あ、大磯さん来てくれた、ありがとう、いつも大磯さん、うん、さらに水かけなきゃねって、ポカリの上かってね。
さっき配信でアラブの石油を募集だって言ってた。あ、キューピーちゃん暑いなって、暑いよね、まいっちゃうね、毎日ね、毎日クーラーつけっぱれだよ、夜もね、大金だな。ピロリンク、メガホン、ありがとうございます。おいそさダーリン、うざいねって、ほんとね、おいそ、アンチ、アンチじゃないよ、ダーリン、ダーリン消す、あれダーリンどっか行っちゃったで、ダーリンどっか行っちゃったよ、あんたどうしたん、え、ひどい、おいそーって、24時間エアコンつけっぱなしだよな、ほんとそうだよね、キューピーちゃんね、ほんとだよな。風船ありがとうございます。まあさ、あ、大ごとだけど50メートルある、廊下歩いて飲み物持ってきたって、リンゴさんの放送気持ちいいと言われたって、何ダーリンアンチかなって、大磯さん良い方ですよって、そうだよね、さくらちゃんね、パワちゃん、メガホン、ありがとう。ダーリン、来たら、閲覧増えるよってね。ピッチャーン、尿解決するんですかって。キューピーちゃん、笑うってね。タンタンタヌキのブラブラが、桜、定期してなって。ね、笑うってね。あんまり眠ったくてさ、居眠りが出たから、せんべい持ってきた。なんか食ってればさ、夢中になれべ。ね。まったり行こうぜ。よし、ってね。そうだね、キューピーちゃんね。ほんとね。まあまあ、いつらあるで。167あるんね、いいね。目が覚めたべかってよ、覚めたよ。アミーさん、ヨセさん、こんにちは。暑いですねって、暑いね、毎日ね、ほんと暑いね、ミーさん、ほんとにクーラーがフル回転だね、ほんとね。食べてるうちだけ終われば眠くなる。そうかい、食ってればね、目覚める、確かにね、何もしねえと眠くなるよ、うとうと、そんなもんだよね、本当だね、ありがとうね。3時か、3時、ありがとうございます。153名、ご飯は食べた、食べてよ、キューピーちゃん。今日はね、あれ食った、なんだっけ、巻き寿司、あのね、1個100いくらか、120いくら、巻き寿司、手巻き寿司あるでしょ、あれが2つ入ってんのよ。ほんでマグロだった、あれ2つ食った、腹いって困ったよね、食べたよ。兄さん、ナイスしましたって、ありがとうございます、ありがとう。こちら、乱太郎さん、赤ちゃんだってミルク飲む、止めるからねって、そりゃそうだよ、ダーリンいなくなったから閲覧が減ったねって、減ったんかい、ダーリンいなくなったかい、ほんと、さっき私消したかい、消さなかったで、逃げられたで、ほんと閲覧減った、
20も減ったって、本当本当、こんなに減るかい。ダーリン、またアカウント消したよってね、まったくね、暑いね。でも163名見てくれてんだよね。いいね、ありがとうね、皆さんね。何せんべいってこれ、これ、あ、これはね、無選別じゃない、ほら、無限エビス、これね、揚げせんだよ、揚げせん、うまいで、これ揚げせんね、無限エビつんか、サクサク止まらないってね、ご自慢な沖の塩塩って書いてあるで、塩が塩ってうまいで、それうめえやつだ、そうでしょピーコちゃん、これあれで買ったのよ、生協、無限エビ思い出したべーって、昨日無限が来た、面白いね、タンタンタヌキブラブラマン、無限エビ思い出したべ、昨日は無限が来たねってね、面白いね、面白い、無限さん来てくれたよね、昨日ね、よしさ、花見さ、塩だよって、花、塩がついてる、ほんと、せんべい、主食なんですかって、ここじゃないよ、あれ食べた、巻き寿司食ったって言ったよ、2個ね、巻き寿司2個食った、あれはね、マグロだった、マグロが2個、まだ冷蔵庫入ってるみたい、巻き寿司、あとあれが入ってる、なんだっけ、あれは冷やしそば、冷やしそば入ってるね、かわちゃん、あいはやさん、お出かけって仕事だよ、2時半から仕事、2時半から6時半までね、お仕事大変だね、今日ね、昨日もさ、朝びっちょり帰ってさ、帰ってきてさ、もうテレビ見なかったね、おことで、ずっと横になって腰が痛えっつって、昨日テレビ一回も見ねえで、疲れたんじゃない、今日も疲れると思うよ、この暑さだから、すごいと思うよ、ね、そうだね、おかゆなら食べれるってね、そうだね、ゆり子さんね、ほんとね、私ね、好きなもんは食べるけど嫌いなもんは食わねえで、だっておいしくねえんだもの、このエビうまいで、これこのせんべいうまい、これがなかったら目が覚めなかった、寝ちゃった、これ食べてるからね、目が覚めるけどさ、だから食べられるもん食えばいいんだよな、なんでもな、マジもん食ってもしょうがないから、無限エビっても、これ、無限さ、そうだよ、無限エビだよ、見せようか、ほら見て、無限エビでしょ、ほらね、うまいよこれ、肉どんどん食えってね、
洗濯どうしてるんだろう、また乾かして着るんかなって、うん、おじい、うん、私洗濯物回してやったんよ。おじさん、おじい干してたね、一人で。で、干してさ、あれ、なんだっけ、段ボールにね、畳まで放り込んでた。うん、最近自分で干すんだよ。そう。あきやんちゃん、おばあちゃん、ナイスって。ありがとう。ありがとうね、あきやんちゃん。うん、ダーリン、無限に時間があって、いいねって。あつこめってね。うん。ポン様、ワクチン何回打った？私、ワクチンなんか一回も打ってねえよ。やだよ、ワクチンなんぞ。いて思いして打たねえよ。そうでしょ。ふわふわちゃん、エビ味のせんべい、好きなんだねって。うん、そう、うん。軽くてうまいね。乱太郎さん、お、戻ってきた。ダーリンさんってね、キューピーちゃん、あつこめ、うわらうーってね、ピッチャーン、ちょ、なに、なお前のこと覚えてないか、ね、ピッチャーなお、なんだか意味がわかんねえな、ダーリンも、無限だーって、内山エッチさん。うん。無限。たまたま無限さんだね。ほんと、無限エビ。変わってんね、うん。昨日無限さん来てくれたもんね。そうだね。うん。何が面白いのって。今、気づいた。笑うか、ダーリンおかえりって小柳さん、リアルキューピーちゃん、カッパエビセンのフレンチ味、うん、うわうまいよ、さっぱりしてって、そうなの。前私も買ったけどさ、うん、カッパエビセンね、うん、止められないだっけ、止まらないカッパエビさんね、コラボみたいなもんだねって、まさんつんかい、ゆりこさん、無限さん、優しいよねって、優しいね、ほんとね、優しいね、ルミネさん、ただいまってね、ダーリン、薬を買ってきてってね、ただいまーって、うん、うん、結構食えるんだな、もうよっか、便秘の薬飲んどっか、向こう胃がないとさ、あれが飲めねえんだよ、生協のレモンティー、あれレモンティーパックだからさ、持ってくることできねえよね、ありがとう、ゆなちゃん、こちら風船五個ありがとうございます、ありがとうね、ゆりこさん、天然さん、市長さんも優しいよね。そうだね。そうね。あの二人さ、天然さんとさ、希少さんさ、ナイスやってないよね、二人ともね。ナイスやってない。ね。やってないね。誠治さんもやってねえで。やってるのは養分さんとかさ、養分さんはやってるよ。なんでやんねんかな。市長さんたち、天然さんもさ、何しやってねえな、確か。山田部長はどうだった、山田部長はどうだったかな、
ダーリン帰ってきたら閲覧30増えた。嘘でしょ。嘘、ま、もっとあったよさっき、うん、ナイスしてる人のところにナイスしてください。いけないよねって、そりゃそうだね、そりゃそうだよ。カッパ丸ちゃん、まあは前から、うんうん、アンチですよ。そうなん、カッパ丸ちゃん、ありがとう、ありがとうね。毎度アリマック、マッコちゃん、ナイスポチって、ありがとう。毎度はアリマッコちゃん、ありがとう。初コメって、ありがとうね、ありがとう。焼肉面倒さくさい、そうなん、焼肉んこれから、爽やかちゃん、そうなん、ご苦労さんね、めんどくせえよな。毎度ありマッコちゃん、メガホンありがとうございます、ありがとう。毎度ありマッコちゃん、メガホン休校ありがとう、ありがとう。マーさん、さくらさん、いろんなに怒られたよ、ヨセさん、ナイスくれて言ってって、うん、VIP 軍曹司令官さん、岩壁の母ってね、うん、ダーリン、皆さん、まゆさんにナイスしてくださいって、ムカつくんだ、ほんとムカつく、人の枠生きて、ダーリンは。ダーリン一日で変わるかんね。昨日はいいこと言ってたんだけど、もう変わってるわ。乱太郎さん、何回も悪いけどいちご食べないのって、本当だよね。昨日見つくったよ私、まだいたんではなかった。慎吾がもらったんだから慎吾食べればいいんだよね。そうだよね、うん、もったいねえで、私3つ食べた、うん。あれ高いイチゴだよね。ね。ピーコちゃん、気になるって本当だよね。ああ、大丈夫ですかって。ああ、大丈夫よ。ね。これ軽いかね。揚げせんってうまいね。揚げせん。揚げせんうまいよ。ね、いちごって何もらったんって、そう、うん、もらったんよ、慎吾さんの、うん、慎吾さんのリスナーさん、うん、関慎吾ってあった、うん、前ね、高いね、アイスクリーム送ってくれた人、すごい高いやつ、うん、ね、慎吾のもらった、うん、冷蔵庫入ってる、もう結構前だよ、もったいないね、うんうん、アマオっていういちご10個ぐらいで、いや1000円だ、そうなん、うん、高げだよ、うん、キューピーちゃん痛みやすいから早めに食べてねって、本当だよね、いちご痛みやすいもんね、そうだね、慎吾食わないかね、慎吾もらったのにね、私も開けてみた昨日、おじさんに3つ食べた、うん、時短ではいなかったけどね、早めに食べた方がね、もったいないよね、いちごね、うん、すごい立派な箱に入ったいちごだよ、普通のと違うよ、ね、パックじゃないよ、パックじゃなくてさ、すごいいいね、
あこいつ待ってたで、ぶったまがるようないいやつね。で、にて配信の話してる他のジジイババアに言ったら仲間外れされるよってね、うん、あキューピーちゃん高そうだってそうよ、うん、タラコさん高級イチゴだってそうね、ダントロウさんヨシラボケないねってボケねよ、小柳さんでポテちゃん配信ボケ予防にいいねって、うん、他のジジババと仲良くやれてるんって、うん、仲良くしてるよ、もういつも仲いいよ、よしほいでさ私ナイス集めてるよ、ジジババあっち行きましょう、うん、そんな感じになりそうだねってルミコさんね、うん、よしは何外面はいいから大丈夫だって、うん、ほうなんボケない秘訣教えて、葉っぱ忘れてブラブラするよって、ほうなん面白いな、ゆり子さん、妖精さんきちっとしてるからねって、ありがとうありがとうね、うん、うん、タマちゃん寝てるだよ、にしよっか、見える、タマちゃん見える、見えます、見えるかな、見えるかな、見えました、たまちゃん見えます、どうせさん見えるよってね、ゆなちゃん寝てるから一緒に寝よって、どうせさん歌ってってわーって、桜見えましたよ、気持ちよさそうに寝てるねってキューピーちゃん、そうだね、タンタンタヌキのブラブラちゃんは棚に何入ってるんって、茶碗の棚にってもこれこれ抹茶碗だよ、全部お抹茶するんだよ私ね、仕事辞めたらお抹茶やろうと思って抹茶碗が入ってるんだよこん中、ああ京都で買ったやつだよ、いくらだっけな、9500円ぐらいか、10脚で9万5000か、うん、昔は買えたんだよね、抹茶はなんかね一回も使ってねえでこれ、うん、もったいねえな、これももったいねえで、飾りだで飾り、抹茶はね一番こっちが効く聞くだよね、あとはさ椿とかさ、あとは紅葉もみじ、あとはさあのその横に隠れてるなんだっけなんだっけあれあれはさあやめ、あやめね、私抹茶はいっぱい持ってるぜ、うん、のりこにくれようと思ったらいらねってやんねってよ、そうのりこはやんねって抹茶は、うん、あのこうひげ剃り茶筅、茶筅もいっぱいある、
3つか4つあるで。能力はいらねえんだって。うん。裏千景ですかって。そんなことねえよ。のりこさん、元気って、元気だよ。ね。パーリー、うまいジョークだーってね。だからさ、仕事辞めたら抹茶でもゆっくり立ててね、飲もうと思った。だけど、そんなずらねえやね。仕事辞めたらこのざまだよ。ね、歩けねえよ。こんなのねえで。うん、参っちゃうよ、これじゃね。まったくね。あの外のさ、あの、たまちゃんの向こうのさ、竹があるべ、ちょこっとした竹。あの竹知って、わかる？あそこの竹。カーテンのとこに竹があるべ。あれ、じじいがこないだ酔っ払ってよ。あのカゴの中にケツ入れちゃったんだよ、ポコーンとね。ケツが出ねえんだよ、カゴから。あのじじい酔っ払った時。みんな人のもん壊しちゃうんだよ。葉っぱもっとあったんだよ。葉っぱもなくなっちゃった。あれ飾りだからさ。生じゃないから。ね。もうダメだな。みんなダメになっちゃうよ。なんでもよ。笑うってね、キューピーちゃん。あのさ、廊下にある、あれなんべ。あの、ツルで編んであるやつ、カゴがあるべ。あなかケツ酔っ払って入れちゃったんよ。ほいでケツが抜けねんよ。そう。困ったいね。うん。トイレ、間違えたんって。酔っ払ってたんだよ。開けたーん、ヨセさん、こんにちは。38度ですって。38、すごいね。たらのこちゃん、弁償させよう。そうだね。もう終わりだよ。このうちは、ってそう思うよ。どっちもきれいにするやついねえからよ。ただ住んでるだけだよ。ね。歌いますかって。まだ暑くなるかな。8月、嫌いだねって。そうだね、キューピーちゃんね。嫌だね。そうだね。あ、4月行くんちか、今日20日ぐらい。うん。夏祭りがあるんかさ。今年やんねんかな、コロナだから。わかんねや。うん。本格的は8月が暑いかんね、キューピーちゃんね。ゆりこさん、男がひどいねってひどいでしょ。この家はいらないものが多すぎるって方なんだよ。確かにいらないもん多いよ。バカだからめっちゃ買ったん。私もバカだね。いらないもん多すぎる。確かに。物を買うと散らかるからね。なんでもね、そう、必要以外のものは買わない方がいい。ね、そうだね。アメイさん、ありがとう。ヨセさん、ナイスって、ありがとう。メイさん、ありがとうございます。ありがとうね。信号のことを言えない立場だ。また眠くなったで。ありがとう、急に笑うって。背中の、何、上昇の結構だ。ほら、食べたから眠くなった。はーい。はい。笑う。
キューピーちゃん、よしって、よかった、ご飯食べられたんだねって言うと、歌ってって眠くたんだなっちゃったよ。小刻みに触れるのをやめてくれて、食べ物は食べた、また眠くなったね。たまちゃんどうした、大丈夫かな、もう食べる、歌って言って何を歌うの、何を歌うの、お母さんってね、おいそれはあんちだって、おかゆちゃんゆでさん、あやほーってありがとう、歌ってくださいってありがとう。声も出なくなっちゃったな、歌も困ってもんで、おせんべいだけ大丈夫って、出なさせん、歌えないのよ、歌ってください、うまいね、ダーリンいなくなったねって、本当マルチスは最悪人になりやすいと思った。そうなの。まさに人口に中抜きされているしってな。なんだよ。バッキーマン、ヨセさんどうして、デイサービス。何やめた、ああいいんですか、あデイサービスやめないよ私、一人でお風呂に入れない人がさ、デイサービスやるでやめたら困るよよ、あんた汚くなっちゃってね、えちょっと難しかったね、ごめんねって、大丈夫だよ、ね、ダーリーしつこいってね、ジャスミンさんね、歌えるって、何を歌うん、何を歌うんだよ、シューベルト、シューベルトのあ